はい、じゃあ収録開始します。お願いします。はい、じゃあ辰巳さんお願いします。辰巳さん、はい、さあ始まりましたネオジャンボ道場。イエーイ。はい、私たちネオジャポニズムです。とどうも、ガッテンスルです。ありがとうございます。何や何や何やこれは。ということで、はい、活動する私たちネオジャポニズムがさまざまなチャレンジを通してアイドルとしてのレベルアップを図るべく、始まったネオジャポ道場という番組なんですけれども、はい、今回からめでたくリニューアルする予定だったんですけれども、はい、本日は緊急企画をやっていきたいと思います。はい、次第こっちにいっぱいあるよ。誰もこれをやるよ。これは初めてのネオジャポニズムからの特技です。何それ、休んでんの。これって大きい。親族やろ。もし高いやん。親族やろ。もし高いんです。何をすんの。何や。題して、せーの、ガッテン族がセカンド優勝記念ネオジャポの部屋。何や。何。はい。徹子、徹子徹子でしょ。はい、お二人にガンガン深掘りしちゃおうかなと思っております。何を深掘るのよ。まずは、はい、セカンド優勝おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうことに、めちゃめちゃおもろかったです。ありがたい、ありがたい、ありがたい。それありがたいです。ほんまに感動したよ。マジで感動しました。おもろいし感動した。どういうことだろう。そんな私たちが一人ずつインタビューを取って学生さんの2人にいろんなことを聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。そんな何よ。聞かれて答えることもそんなに。点数を見て、それもう笑いを
こらえるのに必死で私はちょっと正直皆さんちょっと笑ったそうやね、俺もやっぱ普通に面白すぎたから面白ってなったけどやっぱり今から呼ばれるやつが笑うのはちょっと違うだろうやっぱそうだったんですね。そうだから我慢してました私は。僕ちょっとだけちょっと出てしまいました。出ちゃってましたね。出た。そうね。ちなみに、あの、ヨジョウさん終わった後に、インスタグラムも更新されてましたけれども、はい、終わった後のやっぱ連絡っていうのは、お二人ともバーッと来る。ああ、すごかった。すごかった、すごかった。一瞬で LINE300 件。あ、そうそう。LINE400 ぐらい言ってたよ。インスタの PM もなんかもう1000件になっちゃう。LINE はちなみに誰から返信をしたんですか？ LINE、先輩からよね。ああそうかな。それ探していって、はいはいはい、全部会社終わったのは2日後の朝やね。あそうね。ずっと触ってられへんから他仕事もあるし次の日からやっぱ誰だろうなみたいな人からも来る来た来た長押ししたら友達ではないユーザーですって言われてる人がそうだった。ちなみにあの奥田さんはご両親に連絡されたということなんですか？はい、連絡しました。ヨジョさんはあしましたで、あのそのでもその直後はもう寝てたから親多分だから連絡来てなかったからその次の日にあの親から連絡来てたから返しました。なんて言われたんですか？おめでとうって言われてで、まあ取れましたみたいな、なんかグーみたいなあのあるやんあのスタンプでもないなんかあの通常の標準で書いてるあの文章に入れるよとか あれが3つぐらいいましたということでザ・セカンド優勝者ガクテンソクさんでした。ありがとうございます。何やねんちょっと待って、いやおもろいよ、ちょっと面白くなってるの。続いてのインタビューはゆうかです。はい、はい、お願いします。ありがとうございます。お願いします。この間のラジオでインタビューみたいなことしたけど全然うまくいかなかったから自信ないな。もうよまだ自分の言葉言ってそれでは始めます。ミルカの部屋本日のゲストはガクテンソクさんです。どうもお願いします。お願いします。改めてザ・セカンドおめでとうございます。ありがとうございます。いいよ初回もう一回だな時間が、はい、終わった後泣きましたかっていう。あ泣いてはないから泣いてない。2人とも、ね、うん、泣いてはないね、まあうん、親に電話した時にちょっとだけまあ嬉しいなとは思ったけど、はい、続いてやばいなやばいな。当日一番意識してたことは何ですか？まあスタジオの空気がどうなってるかをちゃんと感じるっていうことと、おでネタ選びかな。おそうやかっけーするやろ破壊されてるなぁなよこれ。ちなみにネタは決めてなくてその場で決めたって言ってましたが、どのぐらいのネタを用意していたんですか？もう5個、うんうん、マックス3本やからね、5本と、うん、まあちょこちょこ付け替えたりもできるから、うん、まあいろいろなパターンは持ってってたけどね、うん、なるほどなるほど。体感段階は時間持て余してんだよ。あ、じゃあ逆に私たちのことをちょっと聞いてもいいですか？はい。ネオジャポ道場2年やってきましたが一番印象に残った通ったの回ですか？養生にいじめられたっつってあなたが泣いてたから。ガチ泣きのやつね。ほんまに。私ですか？そう。でちゃんとほんまに養生がなんか泣かしてもうたから顔してるの。あれちょっと2日ぐらい引きずったから。もっと追い込むやろそれ。あんな若い子泣かしてもうた。芸人としての動きゼロやから。より追い込むとかなんか土下座するとかやったらいいのに言うのが無理だよ。地獄やん。じゃあ、はい、その打ち上げは何を食べたんですか？は焼肉屋さんを用意されてて、そうそう、うん、すごい高級そうなそうやねんけど、うん、あのおじさんばっかりやから、うん、油系のものが根こそぎ残ってたから。そうそうそう。ああ本当にジョーカーみたいな。波でええねんな。あの優勝したじゃないですか。ユジョさん X 作らないんですか？X のアカウント？ああ、ツイッターの。X はいいです。え、なんでですか？
や俺はあの豆に更新できないんで、インスタぐらいがちょうどいいのよ。そう、あと X が旧 Twitter をそのやめさせたのよ、俺とマネージャーが。えそう、そのパワハラですわ。いやパワハラじゃない、逆のパワハラです。何やね逆のパワハラ。面白くなかった。じゃあやめといた方がいい。うん、そう、やめといた方がいい決まってる。なるほど。以上、セットミルカでした。おもろいか、これ。おもろくなってるのか。続いて、私がインタビュアーとなります。よろしくお願いいたします。はい、めっちゃ緊張する。その時間の無駄なの。はい、さっきから。それでは始めます。ミラノの部屋じゃないの、最初は。あ、そっか。ミラノの部屋前二人やったことはもうスッとできようよ。確かに、すいませんね。本日のゲストは楽天族さんです。はい、お願いします。よろしくお願いします。まずですね、一つ気になったのがですね、前夜のスキンケアっていうのは、やっぱ次の日にもどういうのになスキンケア、まあ、僕に関してはその生涯やったことがないので、当然前日も何もしてないですよ。やったことないですか？ないです。ツルツルですね。ありがとうございます。僕も全然してなかったんですけど、僕2週間ぐらい前からパックと乳液とやりました。おー、化粧水。いいな、いいな。ちゃんとやりました。もう一つ、すごくすごく気になったことがありまして、ヨジョンさん、はい、優勝されて奥さんからスタンプが1個だけ来た。1個だけ来た。うん、情報聞きまして、家で会った時はどういう反応？全然普通でした。あー、そうなんだ。なんか、おめでとーとかもなく、別になんか普通に、良かったねぐらいの感じ。そうやね、だって打ち上げ中に牛乳買ってきて。そうそう、帰りに牛乳買ってきてって。夜中やね、もうすでに。確かに落ち着いて、やっぱいいこうバランスで。そうかな、歩まれてるんですね。ああ、そうそうそう、素敵だと思います。そうだ、多分ね、プラス素敵かもね、もしかしたら。え、ガチのやつ聞いていいですか？そうで、何が違うね、今までなんで今までの形式上や。え、ガチのやつ聞くと、本番前、出る前は、どれくらい意識が持ってました？意識？野球しかってたよ。意識だよ。違う、それはないから出るんだよ。正気やから出た。どれくらい気を保ってました？正気でいました？いや、緊張はしてるけど正気よ。そうそう、でも意外となんかそのむっちゃ緊張するんかなと思って、もうそこまでいかん。もうね、そうね、自分に期待する年齢でもないし。関係ない。期待すると緊張するんで。おお、勉強しました。そうか、いけるか。出てないと思うけどな。これはバカにされてるんだよ。はい、ということでね、もう一つ、はい、ちょっとこれは奥田さんがラジオに出てくださった時にもちょっとお伺いしたんですけど、はい、売れてもネオジャポ道場には出てくださいますか？それはもう吉本興業と株式会社ネオジャポニズムさんの話し合い次第と、その時もお答えしたはずですよ、私は。あ、本当ですか？はい。じゃあ、ちょっとギャラを上げて。はい、お願いしたいと。僕らはそうだね、何か嫌なことなんか別に一個もないですから。あ、本当ですか？はい。嫌じゃない？嫌じゃないですよ。ネオジャポ好き？うん、楽しい、楽しい。というわけで、これからも頑張っていきたいと思います。頑張ってください。以上、滝沢秀夫でした。ありがとうございました。休んでるのに。改めようや、それ。全員
揃った方がええって。ええよ、絶対ええよ。全員揃った時にどこ行きたいお店とかありますか？なるほどね。逆によく行ってるお店とかあるの？メンバーが。牛角？牛角。焼肉？あ、牛角ももちろん美味しいけどね。うん、美味しい。チェーン店じゃない焼肉屋さんとかの方がいいんじゃないですか？やった！連れてくれて。やった！ありがとうございます。俺らが連れていくの？打ち上げやろ。無茶言うこと、無茶言うこと。俺らが主催だもんね。さっき、LINE がすごいおめでとうってきたって言ってたんですけど、うん、はいはい、なんか正直自分今モテてるなって実感はありますか？いやでもこの間だからそれこそラジオでさやかちゃんに教えてもらったけど、うん、TikTok のなんかそのサーチというか検索のところに、うん、なんか楽天スペース奥田スペースリアコってリアコリアルにリアルに恋してるんだこれ。友情のリアコはないリアコない、ないない、楽天スペース国分寺は The Second 始まる前に私たちのことを少しでも思い出したりしましたか？いや別に別に何のことを思い出してたかも覚えてないわ曲とか聴いてたんじゃないですか、もしかしたら。え、本当ですか？いや、多分ずっと流してるやんなんて。あの、賞金でもらったお金ってエルジャポ道場でいくら使ってくれますか？使わないよ。なんで使うねん。なんでだ。あの、いつかそっち側もあるんやったら先にやるけど、賞金出る系のものはないやん、そちらで。確かにないわ。止まった。言い返されたと質問に答えただけやのに言い返されたと思ってるやん。じゃあこれからも締めた締めた締めかかる。ネオジャポ道場出てください。はい、お願いします。あ、もちろんです。ありがとうございました。はい、ということでね、はい、あのたくさん質問させていただいたんですけれども、はい、まずはこの私たちが MC という、うん、どうでしたですか？どうでしたか？どうしたの？それが答え。そうなってることが答えですよ。そちらも手応えない。手応えがないから焦って口が回らない。最初だけはだってちゃんとほんまに、あ、そうなんや。いや、思った思った。なってたのに。うん、そっちがどんどん緊張していってね。なんかもう途中からもうこんな感じでやりたかったもんね。そうそう。なんかな。誰が立派でしたか？いや、誰もでしょ。強いて選ばないと殺されるかもしれない。殺される。死を選ぶかもしれない。これで誰かを選んで自分の評価を下げるぐらいなら死を選ぶよ。ということで、はい、本日のネオだ。どうしようもないやん、マジで。あともう2行ぐらいやろ、言わなあかんセリフ。それを言ったらしまいなやから。ということで、本日のネオジャポ道場緊急企画は以上です。また次回お会いしましょう。バイバーイ。この企画では合わない、この企画では合わないです。